チー誰も知らないカリウドイカルタコスケです来ちゃったね来ちゃったよ来ちゃったぜ爆林爆祭慣例軍と、これはシリーズ、シリーズじゃないモンハンライズずっとやり続けてきた人にとっては、ちょっと不死こっち出口こっちは出口だそうです爆林流バズルギウスといえば、あのモンスターハンターライズの、 えっと、エンドコンテンツであるマカツボをぐるぐる回すために高速で枯れるモンスターだったんだけども、まあ、いろんなね、いろんな問題点が、まあ、あったわけですよ。問題点ってほど大きいものじゃないんだけども、これを今回こいつはもしかしたらクリアしてくれるかもしれんってことでね、ま、これ初見ですが、とりあえず、そこはあえて、総剣で行ってみようと思います。まず一つ、それが、場所がランダムだったこと。この、 イベントクエストは固定だと思いますけども、あの、通常クエストの方、通常クエストの方はランダムだったんだよね、場所はね。なんで、まあ結局、出会ってしまえば、もう即恋に落ちる速さで勝ってしまうわけですけども、でもね、あの、まあ安定したいわけじゃないですか、そこは。特にタイムアタックなんかする人なんかは、そういった時にね、バゼルギウス倒す時に、あの、毎回、 場所が安定しなかったわけですよ。それが今回、このイベントクエストに来たことによって、もうタイトル忘れましたけども、とりあえず、この関連軍と固定になっているはず、多分ね。多分関連軍、固定になってるよな。<laughs> 固定じゃなかったら申し訳ないね。というわけで、あとは、お前さんのその、強さだそう、他の総流するためのモンスター、まあ総流しないけどね、速攻で倒す場合はね。 <laughs> しないけども、する場合のモンスターも固定になっているかもしれないねっていうところです。さあ、<タイ>めっちゃ久しぶり。バディウスくん、めっちゃ危ないよいしょ、バー強化個体という話を聞いている。強化個体、個人的に体感的に、まあ、あの、めちゃくちゃ強くなってるやつと、あんまりそんな強くなってないやつと、いろいろ分かれてますからね。あと、あら、べべ、もともと火力の高いこのバズルくんが、果たしてどれほどの火力を、もうその、 そのボットン、ボットンをね、ボットンをまだ、あの、お昼の時間なんで、うーん、そういうのやめていただきたい。そういうのやめていただきたいんだけど、あの、そういった、そういったね、まあ、不名誉な、不名誉な鱗をね、持ってしまった、この男は、この男をね、私はね、勝っていこう。ちょ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 ここに関してはもう強化個体とかじゃないんだよな。強化個体とかじゃないんだよ。これはもうバゼルギウスの、やらしわなんだよな、この、この爆弾がボンボ,ボンボ,ボン爆発する。さ 久々だからね、もしかしたらよかったら、そこにいる、マガイマガド君と挨拶一丁かましてきますかなんかもう闘技場だけで戦ってるイメージだよね。そう、マカツボでなんで使えるかっていうと、この人ポイントが高くて、素材をボロボロ落とすから、えー、乱獲されてしまった、そして絶滅したっていう悲しい過去を持っているんですよ。なんでね、あのー、イベントクエストですけども、まあ、ね、あまあ、乱獲、乱獲全然、うん、乱獲全然 OK だと思います。 乱獲全然 OK だと思いますが、まああのね、いや、慈しみの心を持って、えー、狩り尽くしてください。なんで、そう、こいつがそんなに強くなってなければ、そんなにっていかあか、ものすごい強さを誇っていなければ、また、もしかしたら、バゼルギウス討伐仲介が、これでまた一つ、効率が上がるんではないかという、もう完璧に、マカツボにおける効率の高さっていうのを、彼がね、1位を取るんではないかっていうね、そうなんですよ。 えー、カラレ、カラレナンバーワン。カラレ、カラレナンバーワン。えー、カラレド1位。カラレ、カラリンピック1位。カラレンピック1位になる可能性があるんですね。そうなんですよ。だからあなたは、ここで私と一緒に、あの、世界の頂点を目指していこう。そういうことだわかったかバセルギウスくん君は僕と一緒に、もう私が3を通じて、そしてお前は、カラレンピック1位だ あどっこいじゃー。ただやっぱり、近接戦闘で戦ってる分には強いですね。強いですね。私は、双剣慣れてるから、あれですけども、双剣以外で行くとかなり、かなり私は、この人、あの、苦戦しますんで。おろぼぼぼどれくらい上がるあどっこい、一生一。双剣はね、あの、カウンターといい、回避といい、非常にこの人と相性がいいんでね。でもう全然相性が最高にいいんで、最高い、やぶろやぶろ最高にいいんで、 ああー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 ああ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  <laughs> 一つ、集会云々言うといて、集会の失敗率が、えっ、ー、と、6割を超える、この、イカレタコスケにとっては、まあ、美味しいところですね。あらよーこの簡単も気持ちいいお前さんは、この私を倒すことはできない。ここで、ここでやっぱり、やっぱりカラリンピックしていくんですゃあどうして、鉄鋼流弾と、残裂弾を、超えることが、できないんだゃあなんで、なんで創建じゃないんだ危ない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 バイ 怒ってると、なんだろう地味に痛い。こんな、こんな痛かったかもともとこんなもんだったかあっつりよい。うしたラインだ。今年は叶わぬ。これが、これが、人を拒絶し、自分の周りに、自分の排泄物ならぬ、あれを巻き、人を拒絶し続けた。そういったものか。あ、だ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 、危ない、危ない、危ない。これ、創剣創だからマジでサクサク動いてるけど、双剣じゃなかったら、どうしてんのって感じだよね。 ねこれ全部見切ってカウンターするんですかねそういうことになり得ますよよし、しかも麻痺がサクサクと入っていくどうせだだだだだだカウンターカウンターにカウンターを合わてくる <laughs> 俺の、俺の回復薬クレートがまた、また蜂蜜をいっぱい集めなければいけなくなってしう尻尾切れないしね言うてね、ちょっと 尻尾切れんね、思ったよりね。いって、えー、お前尻尾伸びたダルシムあば、あばばば。<laughs> いや、やっぱ言うて、言うて、こやつはよ、あれだな。やっぱ言うてあれだよ。こやつは、おおい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 。おい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 。いやー、所詮、所詮こやつだったな。すまないね。あらあ,あ、こそうなってしまいますかね。あ、最速狩りが 可のうなってしまいますかねえ。そうだ言い忘れてた。そう報酬が、なんだっけ忘れた。だいぶやってなかったからね、この人ね。報酬に、確かルリゲンジュがなかったんじゃない装飾、装束チケットもなかったんじゃないなんかこいつを周回通常のバゼルギウスを周回し続けても、あの、うまみが一つ足りなかったんですよ。それが、 確かルリゲンジュだったはず。そのルリゲンジュが出る。え、そうだよね。シュラ玄樹、ルリ玄樹、鎧玉。他にだってそんなすごい欲しいのないもんね。ルリゲンジュが出るんじゃなかったかななんでこのイベクエで倒していけば、マカレンキンも回しつつ、あのー、ストーリーがね、後半に差し掛かると、必要、かなり必要になってくるルリゲンジュがゲットできてしまうということですね。8分12秒。あんま強くなかったなぁ。 そして、スタンプをゲットということでございます。すで、よし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 、やっぱ関例群と確定ですわ。さて、今回は豪華2本立てというのも、このバザルギウスやんだったらば、忘れてはいけないあれがありますね。そう、即射ライト防ン。果たして、どんな装備だったのか、マイセットをすでに崩してしまっており、とりあえず関例群と確定っていうのはですね、 そう、マイセットを崩してしまっており、適当に、だいぶ適当に組んできた。うーん、なんせ動画が撮りたいという欲がね、勝ってしまったんで、なんで特に装備紹介はしないが、このオーガドなんだっけ、オーガドやらい。オーガドやらいという武器がございます。この武器に、即射、残裂弾即射がついている。そこに、残裂弾即射だから、即射強化というね、結構マニアックなスキル、 ライトヘビーを使わないと、昨今だと特に速射武器があまり使われていない印象があるんで、えー、そういったものを積みます。まあ、もう、これは、まあ、ま、シリーズでゃねえ、ライ、あの、ライズのずっと追ってた人にとってはね、当然なんだけども、最近、まあ、あの、増えた人もいるかなということで、最近始めた人もいるかなということで、ちょっとこちら見せていこうか。この残裂弾ライト、残裂弾速射ライト、まあ、とにかく強くな、強くなっている。まあ、ちょっとどうやって戦ってたの忘れちゃったけどね。これで、 みんな、もう2分とかで、討伐してたわけですよ。2分とか、3分とか。タコスケでも、何分台 ?3 分台が出てた気がしますよ。一番やってる時にね。で、ちょっとね、だいぶ間違えてますね。これ装備大丈夫か <laughs> そうそうかお前らはいるのかだが知ったこっちゃない。お前たお前らも残裂団に巻き込まれたくなかったら、あれこんなだったかなこんなじゃなかった気がするな、たまな。 <laughs> こんな、扱いにくかったっけもっと練習激しくなかったかいこれこんなだったこんな感じだったっけもう久々に、すげえ、すごい数ヶ月ぶりに、あの、マカれんの、すごい流行ってる時にやってたから、これもうずっとやってると何があれって、ライト防ガン使いじゃないけど、ライト防ガンが、あの、とにかく、使用回数増えちゃうから、封印してたんだよ。だけど、だいぶね、だいぶ、ライト防ガンを、他の武器が、 上回ってきましたんで、まあ、これを解放してね、マカれん危ないマカれんを強化していきたいなとあららららら、なんだけど、いや、もっとなんか、もっとなんか、もっとなんか、あ、そう、こいつのね、顔の中心に向かって撃ってた気がする。あぶらおいもう覚えてない どうやってやってたか全然覚えてないけど、こういう感じでね。まあ、とりあえずバズルギュースってのはね、肉質が非常に柔らかいので、特に残属性に対する肉質が非常に柔らかいので、ね、こうやってね、こうやってねじゃねえんだよな。フルボッコなんだよな。ちょっとテイク2ですよ。テイク2でいいですかこれはね、違うんですよ。まあ、あくまで、うんと、成功した例を見せるとかではなく、ま、まあ、あこういう、 気持ちで行くと、まあ、早く枯れますよと。こういう気持ちで何度も狩り続けることによって、えー、熟練度が増していくことによって、まあ、枯れますよと。まあ、簡単にね、マカレンキンをサクサク増やせるようでは、困りますから、まあ、私としても、まあ、そこれ多分装備間違えてんなのなんかな多分装備間違えてるんですけども、装備を間違えてても、あると思います。やっぱね、まあ、今日は楽しい遠足だと。道も間違えたけども、 え、遭難してるけども、楽しい遠足だと。そんな日に、ついつい、間違えてしまうこと、ありますよね。そんな皆さんにおすすめなのが、この、ゴリ押し残裂弾ライト。え、木を切ってよし、モンスターを買ってよし、空に向けて花火として打つもよし、それが、もっとこれね、こういうんじゃないんだよ、は。ま、これでもいいんだけど、こういう感じじゃない。もう本当は、ダウンを無限に取り続ける。何が足りてないん何忘れてきたん即射強化。 あそれと、あの増弾増弾と多分、発射速度の調整を忘れていますね。なんでそこはもう皆さん、見て、ほら見て、このダウン率を、圧倒的ダウン率でしょ、あ,ってあれだあの、弾丸節約を入れることによってえ、超連射を可能にするっていうね、そういった、ほら見てくれ、見てくれ、見,て見たことか、どうですね こうやってね、もう、この、このバズルギウスちゃんは動くことはできなれふ。あ、決まった、こら。決まったで、おい。ここよ。ここが見せたかったんだ。前半部分をカットするべきでしょうかあばばばばば。ちなみにね、バズルギウスはね、モンスターハンターワールドが初手、初手なんですけど、基本的に、後ろにスライディングしてると、大体の攻撃避けられるっていうね、まあ、対策してきてるから、あれだけども、 ま、細かい攻撃に関しては、後ろに下げてれば、え、避けれますんでね。そこんところ、よろしく。ただま、こう忘れてたけど、これ壁だ壁、壁だ壁だ危ない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 よーし、効かない。今の、はめ的なものを、ずっと、当てることによって、当てることによって、これがあるじゃん。忘れていたよ。ライトボーガンには、こいつがあるじゃねえか。 こいつはうまく使って、常に回避し、そしてこいつは火力も上がります。俺、今思い出したんだけど、もしかしたら、俺はもしかしたら、属性弾リロードになっているかもしれないな。属性リロードになっているから、こんなに遅いのかもしれないな。やっぱ入れ替え技をチェックすることって大事ですよね。入れ替え技をチェックしないで、やっぱ狩りに出しまうのってのは、それはやっぱ狩りうどとして、あの、あるまじき行為なんで、そこをね、気をつけていただきたい。出ないとこうなりますよってことを、よーし、決まったな。 決まったなぁ。やっぱ残裂弾、あんなんだっけ、あの、あれ、あれも欲しいなぁ。増弾増弾銃じゃねえ。なんだっけ、あの、ダンス、ダンスアップもやっぱ欲しいなぁ。二発じゃちょっと物足りないなぁ。時間かかる気がする。めっちゃ時間かかってる。どうしよう。でも、でもまあ、いいよね。この爆風に先に触れることによって、本命の爆風を避けるという高等技術。これで。あ、でももう弱ってますよ。弱ってしまっている。 そして、まあ、速度を求めるのであれば、サクッと捕獲して勝つと。こいつ、強化個体なのかなこれで、まあね、パスパスと勝っていくことが可能になると。まあ、創剣が8分だったか失敗<了>すごいね。剣鎧玉。そして、ルリゲンジュ。そして、ル、マカレンキンの素材。装飾チケット。あ、で、北極2回目じゃないいいですよ。あ分17秒。 確かに縮まった。でももっと縮まると思いますね。多分装備ちゃんと着てくれば、やっぱりまあ特に4人でバズルさんをなんか、ま、回すの流行ってたよ、ね。今でもまあ流行ってんのかなわかんないけど、それがあれば多分数分でゴリゴリいけるんじゃないですかね。で、スタンプをもらっているはずだ。どれだ後ろに来るんじゃないのスタンプって。後ろに来るんじゃないこの辺のやつかなこの辺のやつかな の不思議な絵が多いからさ不思議な絵がねたくさんあるからねあのいつどれがもらったっけってなっちゃうなというわけで今回は強化バズルギウスくんまあこれは集会の歴史にまた一つあれじゃないですかくさびを打ったんじゃないですかねてなわけでご視聴ありがとうございました